はい、谷重ベースボールチャンネル、皆さんこんにちは。今日ですね、これ俺の夏休みで一回ね、皆さんに、動画を見てもらったんですが、まあ、そこの、まあ、ゴルフ場、ロイヤルブルーゴルフリゾートというね、群馬県の嬬恋、まあ、あるゴルフ場なんですが、まあ、ものすごい施設というかね、ゴルフ場コースもいいですし、で、そうですね、あとこのクラブハウスもね、いいですし、皆さんねぜひ、来ていただきたいゴルフ場の一つなんですが、まあコースもね、ちょっと紹介しながら、で施設としてはですね、まあ、こうやって練習グリーンもありますし、まあ、ここアプローチもバンカーもあります。で、まあちらにはですね、練習場もしっかり完備してて、ドライバーもしっかり打てるし、最高のゴルフ場なんでね、ぜひ皆さん来ていただきたいなと思います。だから、まあ、夏とかね、まあ、最高ですよ。で、まあ時期としては何月から何月まで？4月から11月。ああ、4月から11月。でもね、11月寒いよ。11月寒いんだけど、前回、来た時は7月で、今回は今10月の頭ですけども、まあ全然昼間は問題なくこうやって半袖でできますしね、ぜひ来ていただきたいと思います。で、来ていただいた方にはですね、これまあ何か特典がつくそうなんで、そのあたりは概要欄の方を見ていただいて、ぜひ、まあ、谷繁がプレイしたゴルフ場ということで、皆さんやってみてください。それでは、水山さんです。よろしくお願いします。昨年のね、俺の夏休み、江ノ島でバーベキューやった時以来のご出演で、はい、今日はよろしくお願いします。はい、目指せ2万回大理石を砕いて、こういうバンカーってあんまりない砂質だから、中入っちゃうとボールが飛ばないし、本当にね、コースも戦略性もあるし、でグリーンも難しいですし、またバンカーも難しいですし、まあ、来てプレーすると、まあ、本当に、ね、楽しいコースだと思うんでね、ぜひ皆さん、チャンスがあれば来てプレーしてみてはどうでしょうか。さあ、まあそろそろね、かなり井端さんが侍ジャパン監督に就任みたいですが、谷繁さんも侍ジャパン監督要請あればやりますか。どうですかね。はい、まあ、ってことはファンは見てみたいっていうかもしれないですね。おこれね、谷繁さんが一番仲がいい選手はどなたですか。よろしければ横浜時代と中日時代でお一人ずつ教えてください。お一人ずつはちょっとあれでしょう。もうね、あんまり友達いないんですよ。だからあ、これね、名古屋での視聴者対談企画お世話になりましたっていう、もう来られた方がね、うん、ツイートしてくれて、うん、開幕直前に ロドリゲス投手が亡命したことだと思うのですが、谷繁さんの見解はどうですか。このドラゴンズが成績不振だった理由、要因ね、うん、はい、そうですね、まあ、そこはまあいろん、まあ、それだけではない部分はあると思いますけど、
まあそれも一つの要因だと思います、うん、はい。これポシュが構える際にかかとがついてしまうデメリットを改めて詳しく、教えてください。和式トイレ最強説を唱える田重さんの力説に期待あのね、かかとがつくっていうことはやっぱり重心が後ろにかかるっていうことですよね、うん、人間の体って、はい、ということは重心が後ろにかかるっていうことは前に行く動作の時に絶対遅れるっていうことです、うん、じゃあキャッチャーをやっててその後ろにこう倒れる動作ってないわけじゃないですか、うん、常にやっぱりワンバウンドも前に行かなきゃいけない、送球も前に行かなきゃいけない、だから常に前に行く準備をしてなきゃいけないわけですよ、うん、ということはかかとがついてるとそのケツがお尻がやっぱり落ちてしまう、誰でもこれはもうみんなそうだと思うんですよ。だからそうなると次の動きに対して準備ができてないっていうことで一つコンマ数秒遅れただけでやっぱり後ろに逃したり、なんていうんですかね、セカンドに投げるのにちょっとだけ遅れた、そのちょっとがやっぱりセーフになる可能性が大きくなるんで、僕は、かかとをつくっていうことはそのランナー、特にランナーがいる時っていうと、まあワンバウンドだから追い込んだ時ですね、バッターを追い込んだ時っていうのはやっぱり常に動ける形っていうものを取る必要があるということです、はい、まあ力説じゃないけどおこれどうなんだろうね。バンテリンドームにテラス設置は賛成ですか反対ですか。まあ作ったら作ったでちょっと戦略はまた変わっていくと思うんですよね、でももう僕はねそろそろそのバンテリンの変化っていうものもファンの方がもう望んでることだと思いますし、まあ僕もね、その辺はなんかこうちょっとまあ福岡とか、ロッテね、ZOZO もそうですし、あとどこだ出したの、まあとまあ、大きく言うとそこが、ね、はい、かなり前になったっていう、だから、まあ、またそことその2球場とは違う雰囲気のね、テラスっていうのをやっぱりなんかバンテリンドームの方に考えてもらってね、なんかやってもらったら、まあ、ファンの方がまた楽しめる空間になるんじゃないかなと思いますね、まあ、楽しむ側からするとね、はい、まあプレーで言うと、まあバッター有利になる可能性がやっぱあるとは思うんですけども、まあそれに応じたね、やっぱりピッチャーの強化っていうものをやっぱり しなきゃいけなくなると思いますね。はい、それはもうなったらなったで、それに対応するしかないですね、選手っていうのはね。はい。ナンバーワンマスコットドアラさんとの思い出が聞きたいです。はい、まあ皆さんの中では、まあ、ドアラは喋らないですよね、うん、もう僕らには普通に喋るんで。だからまあいい14年半か、まあ、ドアラップもねずっと一緒でしたから、楽しくやりましたよ。これ YouTube で元中日の投手たちが中村武さんや谷繁さんのことを語ってますが、谷繁さんに関しては怖かった以外の評判を聞きません、正直どう思ってますか。これね、何でしょうね。いやでもね、怖いってみんなに多分ね表だって言ってるだけですよ、うん、はい、裏ではね、まあ多少怖かったかもしれないけど、結構舐めてましたよ。そうやって俺のことが怖いって言ってたピッ
ピッチャーに限って俺のことを結構舐めてたら。まあこういうね、はいはい、まあ、今回あの同じようなそのない、まあ、同じようなない答えになるような、まあ、質問もねかなり あって、うん、あのそこはちょっと選んでないんですけども、まあこんな形でね、たまにはこうやって質問コーナーというのをやりながら、やっていきたいと思いますので、はい、また、そういう、知らせがあった時には皆さんまた質問してください。ではどうもありがとうございました。